ベスタス V126 ベスタスはデンマークオーフィスに本拠を置き世界70カ国以上に現地法人を持つ風力発電機の設計、製造、販売会社であるナスダックコペンハーゲン上場企業1945年にペーダーハンセンによりレムという小さな町でベストジスクスタウルナイク A、S として設立した 当初は家電製品の製造を行っていたが、1950年に農業機材、1956年にインタークーラー、1968年に油圧クレーンの製造へと発展していき、1979年には風力発電機の製造を開始した。2003年には世界最大の風力発電機メーカーとなるべく、デンマークのネグマ意見者と合併し、同時に社名を、 ベスタスウィンドシステムズ A、S と変更した。ベスタスの風力発電機は世界80カ国以上で導入され、またベスタスは世界で2万人以上を雇用している。インタークーラーは1980年代に風力システム会社から分離したベスタスエッコイル A、S によって今もレムニテ製造が続けられている。2014年4月、三菱重工との合弁により、 洋上風力発電設備に特化したミベスタスオフショアウィンドオンオフィスに設立。同社は洋上風力発電分野におけるトップクラスのシェアを獲得している。部位の後の数字はローターの直径を表す。和海外の未販売、稼働。日本における現地法人はベスタスジャパン株式会社。東京にオフィスをまた北海道から九州に至る各地に サービス拠点を置き、風力発電設備のメンテナンス、部品修理、アップグレードなどのサービスを提供している。2021年2月、日本におけるベスタス製風力発電設備の販売事業を行うみベスタスジャパン株式会社が設立された。ありがとうございます。